あんなちっちゃい、うん、おーい一瞬あくびかと思った。おめっちゃやる、めっちゃやる気出てきたやん。聞こえてますか？サブカル王国の皆さん、こんばんは。青いエイルと申します。王子お久しぶりです。そして国民の皆さんお久しぶりです。さっきの多いなんですけれども、多い多い多いももう結構慣れてきたので、実はさっきの多い多い多いはファルセットミックスボイスチェストボイスでやってみたんですけど、気づいていただけたでしょうか？気づいてくれたら嬉しいです。さて、この王国に声だけでお邪魔するときはクイズを出すようにしてたんでしたよね。今回も出させていただきます。それでは問題です。私青いエールが今まで見たアニメもしくは漫画の中で最もごっこ遊びをした作品は何でしょう？もう一度言いますね。私青いエールが今まで見たアニメもしくは漫画の中で最もごっこ遊びをした作品は何でしょう？ヒントはドーミンガツインテール。ツインテール、ツインテールかな。ツインテール、これでピンとくるかどうかわかんないけど、それではシンキングタイムスタート。ごっこってもう結構申し訳ないけど、エールちゃんも結構前だろこれ。多分ごっこってことは小学生とか幼稚園とか、まあおそらくごっこっていうぐらいですかね。一個思いついてるんですけど、何違うのかな。見てみ、セーラームーンって違うんですか？セーラームーンは年代選ばないからな。どうですかね。うさぎちゃんね。そうそうそう。可愛いくらいですかってか、想像したら。それいいんじゃない？これじゃなかったらなんだろう。逆に。はい、時間です。それでは答えの発表です。答えはセーラームーンです。やっぱセーラームーンといえばツインテールなんですけれども、私もともと髪の毛が実は幼少期腰ぐらいまで長かったんですよ。そうなんだ。で、腰ぐらいまで長くて、まあ、長すぎるのでいつもポニーテールにしてたんですけど、本当はね、私もねセーラームーンとか、あとチビウサ好きだったんでチビウサとかやりたかったんですけど、いつも友達の中ではあなたはポニーテールだからジュピターねって言われて、あの緑の子ですね、いつもジュピターの役にさせられてました。あとはねタキシード仮面もやらされてたかな。はい、そんな私なんですけれども、そんな私青いエールはニューシングルフェニックスプレイヤーを2月16日にリリースになりました。こちらはテレビアニメ15周年コードギアス反逆のルルシュ R1 第2クールオープニングテーマであります。でこちらの曲なんですけれども、私が本当に愛してやまない星芸さんというバンドさんに今回はプロデュースしていただきました。でオープニングは私、フェニックスプレイヤーを歌わせていただいてるんですけども、エンディングは星芸さんが桜バーストという曲を歌っております。でこちらの2曲実は歌詞が対になっているので、歌詞にもぜひ注目していただきたいですし、ミュージックビデオも共通点がありますので、そちらにもぜひ注目していただけたらと思います。そして、青いエールライブハウスツアー2022フェニックスプレイヤー現在回っております。次の公演は2月27日の日曜日、ゼップ羽田となっているんですけれども、ありがたいことにこちらソールドアウトになりました。お越しになる皆さんはぜひ楽しい時間を一緒に過ごせたらと思っていますので、ぜひ期待していてください。よろしくお願いします。ライブハウスを使ったライブなので、ライブハウスを思いっきり活かしたそんなようなライブをやっていけたらと思っていますので、楽しみにしていてください。それでは最後に2月16日にリリースしましたニューシングルフェニックスプレイヤーを聴いてください。以上青いエールでした。したっけ。はいはい、めっちゃ腰まであったんだね。なんかちょっと普段やっぱね短い髪の毛の方が印象がありますからね。まあ、メジャーに上がってるかデビューした頃からあの髪型だから、あんまりこうそれ以外って、ね、想像つかないけどね。ですよね。でもあのさ、こうなんていうの、日本人離れしたあのさ、ちょっと鼻がスーッと通った、はい、その幼少期でしょ。はい、いいね。絶対綺麗、もうちっちゃい頃から綺麗だったんだろうなっていうのはね、すごく想像できますよね。あー、北海道行きてーなー。ほんとねー。いやー、ということで、エルちゃんも今回の反逆のルルーシュ、コードギアスのね、新しい、まあ、オープニング、そ
そしてコシネがエンディングっていうね。はい。いやでも歌詞に注目ってしたいね。いや、ちょっと見たいですね、今ね。セットになってる、対になってるって言ってましたね。そこら辺も含めて。まあ、エールちゃん、今も大人気ですから。うん。またね、全然合ってねえな、そういえば。おぉ。合ってない。結構ね、コンスタントに合ってたんですよ、一時期。うん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 。合ってないわ。ね、またご尊顔を。ちょっとね、拝したいと思います。そうですね。ということで、エールちゃん、また来てね、ありがとう！